今日は千葉県に向かっております。千葉県のどこだ、奥の方に横芝ひかりさんっていう、待って地名なの、横芝ひかりにある、あの廃校サウナ、廃校キャンプ場があるそうなので、そこにね、あのサウナがあるらしいので、その廃校キャンプ場のサウナを調査しに行きます。ということで行ってきます。はい、着きました。廃校のキャンプ場にキャンピースっていうらしいです。でも小学校ですよね。なんか懐かしい感じがしますね。私の地元の小学校も全校で100人ぐらいだったんで廃校寸前だから懐かしい感じがします。楽しみですね、どんな感じなのか楽しんでいきましょう。はい、ではここが校舎っぽいので入っていきます。下駄箱です。ちょっとあのね、可愛くなってますけど懐かしいですね。この上に上履き入れて下に靴入れる感じ、鶏飼ってる感じもなんか田舎の小学校って感じですよね。で、着替えるところはここの保健室らしいです。それでは保健室で着替えてきます。やっぱ暑いですね、あのクーラーがないんで小学校だからめちゃめちゃ暑いです。でもなんかやっぱ懐かしいですね、こういうね、あの校歌とか歌ったな。では早速サウナに向かいたいと思います。小学校までしかプールなかったから小学生ぶりのプールです。こういう学校のプールって中学校なかったから、こうやってね飛び込み台、ちゃんと耳の後ろ、いっあ懐かしい。ここが大記憶が行きますよっていう椅子ですね。こちらがサウナです。入っていきましょう。おお、薪なのかな、だからさっき薪があったのか。あ、もうめちゃめちゃ温まってますね。まあ普通に暑いからさ、すごい薪サウナです。なんか
鎌倉みたいドーム型って感じ。暑い、なんか外も暑かった、暑いから今日はサウナも暑いけど、もう十分体が暑いんですぐ汗かきそう。早く泳ぎたい。もう泳げるもんだってもう泳げるけど、温まって整えるようにしていきたいと思います。楽しみだ。そうだ、茨城のあのめちゃめちゃ伸びた動画のね、やつらの木で初めて木を見た人ってなんか突っ込まれてた。やっぱちょっと最初は冷たい、慣れると平気だけど。肩まで使っちゃえばさ慣れるんだけど、それまでがね。いきますよ、せーの。うわあ、でも慣れた慣れた。あ、もういけるわ。わあ、最高いいじゃん。楽しい、楽しすぎる。今年まだ夏っぽいことしてないから楽しすぎる。初夏っぽいこと。いや、私塩泳ぎ得意なんです。地元の町3位でしたじゃーん、私のニューサウナハットを新調しました。シンプルなものにしました。これからはこれをね、相棒としていっぱいサウナに連れて行こうと思います。いただきました。これはね、そこで生えてるんですか？生えてるらしくて、ローズマリーとミントをいただきました。これを好きな方をね、あの水の中に入れて、まあ、ミント水とかローズマリー水にしてロウリュができるっていう、ちょっとおしゃれな感じのロウリュでございます私は、あ、でもミントもいいな、すごい爽やかで。ローズマリーはちょっと癖があるいい匂いですけど、どっちもいい香り。あ、でもミントの方が入れたいかも。水を作っております。え、ミントすごいですね。めっちゃあのモスコミール思い出す飲みたい熱い、パチパチ言ってるまた言われちゃう。初めて見て、初めて火を見た人それではミントを入れてね、アロマ水でロウリュを、最近ロウリュって言えるようになったの、成長します。ロウリュしていきます。いいな、怖いな。ミントミント、めっちゃミント、いい感じ。もう一杯、いいですね。
ントの香りを嗅いでミント。お疲れ様でした。いや最高ですね。私ここに来て正解だと思います。泳ぎといえばさきちゃん。めっちゃ好きな子だって。絶対中学校に水泳部があったら水泳部入ってました。だけど中学受験して入ったんですけど、入ったら水泳部なかった。めっちゃ水泳好きなのにプールがない学校にわざわざ行ってしまったので、ちょっと青春を取り戻しましょう今日は。めちゃめちゃロウリュね、めっちゃしてもうガンガンに熱くしてしっかり温まったので水風呂行きたいと思います。熱い。あ、ではまずここから。あ、ここが熱い。あー冷たい。あっあ最高。うわ、もうさっきまでは冷たすぎてこんなとこ入れるかって思ってたけど、全然気持ちいいですね。ではちょっと、ね、第2の水風呂に行きましょう。久々にこんなにがっつりも泳ぎました。前髪もなくなりました。こんなおでこバーンって。あ、でも結構茨城の時も水かけられて頭から。もうあそこで結構吹っ切れましたね、何かが自分の中で。もう全て出していきましょう、おでこも。え、だってさ、まゆかちゃんとかこわちゃんとかさ、こんな姿なってませんよね。ずっと可愛いじゃないですか。水風呂入っても可愛いのに。一番年上が体張ってる。潜水でどこまで行けるかやりたい。楽しくなってきちゃって。あ、日が出てきた。小学校の頃確か25m か、25m 潜水で全部行けます。ちょっと面白いお願い。ではね、ちょっとプールをだんだん堪能したので、ちょっとここで休憩していきたいと思います。よいしょ。本当はね、多分サウナ、水風呂、外気浴って形でここで、ね、外気浴して整うっていう感じですね。ちょっと水風呂入りすぎたんで休憩って感じですか。うわまぶしい。でもいいですね、多分日焼けしたい人とかね、ずっとここにいたらガングロになれそう。あ、そうなのね、
薪なんですごい熱くなるスピード速いし、しっかり熱くなるんで、サウナ好きの人も十分満足ができるサウナだと思いますね。え、水風呂もね、塩素のところの水はめっちゃ冷たいんで、そう、普通に整えますね。でね、プールでいっぱい遊んでもらって、今日の夜はめっちゃよく寝れそう。疲れた